八尾子省の大松です市民の皆さん事業者の皆さんをはじめあらゆる方々に本市のこれまでの間取り組んできましたコロナ感染拡大防止策にご理解ご協力をいただいておりますことを改めて感謝を申し上げます本当にありがとうございますこの度大阪府を対象とした緊急事態宣言が発令をされました 期間は2月7日ままでとなっております今回の緊急事態宣言を受ける中、皆さんにおかれましては、さらにご不便をかける生活を強いることとなりますが、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。さて、本市の感染状況でありますが、これまで例を見ないスピードで感染が広がっております。 この直近の1ヶ月半を見ましても400名を超える新たな感染者数が確認をされておりますこの状況でいきますと間もなく1000名を超える状況となっておりますまた残念ながら20名の尊い命も奪われましたこういった状況で今本市においても逼迫した状況となっております もちろん、この間、市の取り組みといたしまして、コロナ検査体制の増強、また、コロナを専用とした救急隊の設置、一律病院のコロナ患者の受け入れベッド数の増強など、本市独自の対応策も含め、100を超える緊急対策に取り組んできております。そのような中の今回の宣言であります。 改めて強い危機感を持っておりますぜひ市民の皆様におかれましても感染をしないさせない行動を今一度強化していただきたいと考えております報道等にもあります医療現場も非常に逼迫した状況となっております このままでは救える命も救えなくなるといった状態がまもなく訪れようとしております。このコロナ感染症は特定の方にだけ感染するウイルスではありません。私も含め、いつ何時感染してもおかしくない状況であります。自分は大丈夫ではなく、皆さん自身もそうですが、大切な家族、 友人・知人のためにも引き続き感染拡大防止策に取り組んでいただきたいと思います不要不急の外出の自粛マスクの着用手洗い・消毒三密の回避の徹底などぜひよろしくお願いいたします万が一感染された場合は 保健所などの指導に従っていただきまして、適切な行動を取っていただきますようお願いいたします。また、今、コロナ差別事象が多く見受けられるようになりました。憎むべきは人ではありません、コロナであります、そういったところも再認識していただければと思います。 感染拡大が収束しなければ、期間延長される可能性も大いにあります。ということは、皆さんの生活がさらに不便な状況が続くといったこともありますんで、ぜひ感染拡大防止に取り組んでいただきたいと思います。もちろん、私も引き続き先頭に立って、職員が一丸となって、皆さんの命や暮らし、 を徹底的に守るためま全力で取り組んでまいりますえ国や府のまた市の対応等につきましてはホームページ等でご確認いただければ幸いであります最後に今一度ぜひ皆さんにおかれましては感染拡大防止にご理解ご協力いただきますことをお願いを申し上げまして 私からのお願いとさせていただきますどうかよろしくお願いいたします